では1番からお答え申し上げます。過去1番ですが、消費者物価指数の参考基準を最低賃金労働者の生活実態に合ったものにすることというご要望ですが、最低賃金法では地域における労働者の生計費、賃金、訴状事業の賃金支払い能力を考慮して地域別最低賃金を決定することとされており、その決定にあたってはこれらに関連する例外に基づき労使で丁寧に議論を積み重ねていくことが非常に重要であると考えております。その中で具体的にどのようなデータを参照するかについては最低賃金審議会の厚労審議にご議論いただき決定されるべきものであると考えております。いずれにしてもデータに基づく丁寧な議論を積み重ねてまいりたいと考えております。はい、大丈夫です。過去2番ですが、優秀な労働者の賃金として賃金改定状況調査のこちらの対象事業所を拡大するか、もしくは賃金中央値や平均値を指標とすることを検討されたいというご要望についてです。こちら賃金改定状況調査は中小零細企業の労働者の賃金引上げ状況の実態の把握を目的とした調査です。賃金については賃金改定状況調査のほかに毎月勤労統計調査や賃金構造基本統計調査等を審議会資料として提出しており審議の参考にしております。いずれにしても最低賃金の決定にあたっては各種データ等を総合的に勘案することとされております。過去差について賃金状況調査を6月だけでなく12月にも行うことというご要望についてです。こちらは最低賃金の決定にあたっては物価のみならず労働者の生計費、賃金、通常の事業の賃金支払い能力の各種データ等を総合的に勘案することとされております。今後の最低賃金の決定に向けて引き続き各種指標を注視していきたいと考えております。全国一律、それから、全ての都道府県全部県の最低賃金という要望をいただいております。まずこの、この最低賃金についてはこの、何制度というものがございまして、こちらの制度については、厚労三角国会の最低賃金審議会の、目安制度のあり方に関する全員協議会において、昨年、令和5年の4月3日に取りまとめられた報告においては、この制度を維持することが妥当であると。ということが、改めて確認をされているところでございます。最低賃金法では、先ほど村松の方から、お答え申し上げましたが、地域における労働者の生計費、賃金だったり、通常の事業の賃金支払い能力、これら3要素を考慮して、決定することとされておりまして、全国一律の最低賃金とすることにつきましては、特に地方の中小企業を中心に人件費が増加し、経営が圧迫される恐れがあることから、慎重な検討が必要であるというふうに考えております。この最低賃金については、令和5年の11月2日に閣議決定されましたデフレ完全脱却のための総合経済対策において、厚労省の3社の最低賃金審議会で、毎年の最低賃金額についてしっかりと議論を行い、その積み重ねによって2030年代半ばに全国加重平均が1500円となることを目指すといったところが盛り込まれておりまして、引き続きこういった最低賃金の引き上げというところに取り組んでまいりたいというふうに考えております。こちらご紹介です。過去2番の最低賃金の水準は ILO の基準に基づき、労働者とその家族の必要との関係で、生活保護との比較を行い、一人親世代の生活保護基準を上回るものとすることという要望についてです。生活保護と最低賃金については、両者の基本的性質が異なることもありまして、一義的に比較できるものではなく、比較方法の検討にあたっては、労働政策審議会の審議に加え、中央最低賃金審議会においても審議する必要があることを国会で約束したであることを国会で約束したことを踏まえて、両審議会に審議いただき決定したものでございます。
いずれの審議会も審議を受けているなお、労使双方の意見の隔たりが大きく、意見の一致が見られなかったことから、審議会等での経過を踏まえ、公益委員会により、適切な方法を決定したものと承知しております。中央財政賃金審議会としては、これを尊重し、現行の比較方法に基づき、最低賃金の審議を行っていただいているものと認識しております。低賃金労働者からの意見聴取を行っているご要望についてです。中央最低賃金審議会の労働者委員によって、非正規雇用労働者や中小企業労働者などを多く組織する、産業別労働組合の方も委員に入っていただき、多様な労働者の声も歌った上で参画いただいているところです。中央最低賃金審議会が採用されるご意見書も、厚労審議にご覧いただき、生計費、賃金、通常の事業の賃金、支払い能力を考慮してご利用いただいているところであります。市民課の宮内と申します。市民課の宮内と申します。3の括弧2 の中賃と地方最低賃金審議会の議事の公開とですね、議事録、議事要旨の公開についてですけれども、令和5年度の中央最低賃金審議会目安制度の在り方に関する全員協議会報告において、議論の透明性の確保と率直な意見交換を阻害しない観点から、厚労資産者が集まって議論を行う部分については、公開されるすることが適当とされたことを踏まえ、これまで全て非公開としていた目安に関する小委員会について当該部分を公開したところでございます。一方で二者協議の場については率直な意見交換を阻害しない観点から引き続き非公開とさせていただいております。厚生労働省としては今後も地方最低賃金審議会の適切な運営に取り組んでまいりたいと思っております。続きまして地方最低賃金審議会についてです。地方最低賃金審議会については事務局である都道府県労働局に特段の事情がない場合原則として公開すると示しているところでございます。非公開とすべき特段の事情の存否と公開非公開の判断については各地方最低賃金審議会において個別に判断がなされているものと承知しております。厚生労働省としては地方最低賃金賃金審議会の公開に関して適切な事務局運営がなされるよう引き続き各労働局に対して必要な指導を行ってまいりたいと考えております。議事録の公開についてです。議事録の公開については中央省庁と改革の推進に関する方針の中で速やかに公開することを原則とすることとされているところです。なお議事録等の作成には原稿の作成や発言をした個々の委員による発言内容の確認に一定の日数が必要であることにご理解いただきたいと思っております。続きまして3の括弧2の丸1委員についてです。議事録の二者協議のところも議事録の記録というところでございますけれども、審議会の記録につきましても、各地方最低賃金審議会により、判断がされているものと承知しております。次に丸2です。厚労資産者が集まって議論となる以上は公開しないケースがあるということですけれども、審議会の公開の取り扱いに関しては、各地方最低賃金審議会が、各審議会規定等に基づき判断を行っているものであると承知しております。透明性の確保と率直な意見交換を阻害しないという観点を踏まえた判断がなされることに対応するよう事務局の都道府県労働局を指導してまいりたいと考えております。続きまして3番、二者協議だけで審議が進行され審議不透明なケースがあるというご指摘についてですけれども、こちらも繰り返しとなりますが、透明性の確保と率直な意見交換を阻害しないという観点を踏まえた判断がなされることに配慮するよう、重ねて事務局も都道府県労働局を指導してまいりたいと思っております。丸4についてです。審議会において意見を述べようとする者に対して口頭で陳述を行わせて質疑を口頭を積極的に行ってほしいというような要望でございますけれども、
こちらも各地方最低賃金審議会においては意見書の提出を受けることにより関係労使の意見を聞いていると承知しております。また意見書を提出したもののうち、もの等のうち適当と認めるものを会議に出席させる等により意見を聞くものとしており、その判断は各地方最低賃金審議会においてなされているものと承知しております。議事録や議事要旨の公開の時期についてです。こちらについても大変遅いという指摘もあったところでございまして、都道府県労働局に対し必要な資料を行ってまいりたいと考えております。丸6、議事録の情報公開請求の対応についてです。現在、このキャンペーンの構成員の方から各労働局の情報開示に関する審査請求が多数なされている状況でございまして、その対応を検討している最中でありまして、この場でのご対応は差し控えさせていただきたいと思っております。失礼しました。3番の括弧3です。低賃金労働者の実態を調査せず意向を聞こうとしない公益委員を交代させることということですけれども、中央最低賃金審議会の公益を代表する委員は公益的見地からふさわしい適格者を厚生労働大臣が諸々の要素を総合的に勘案して任命しているところでございます。3の括弧3の、厚労審議を事務局が取りまとめて懇親会を行っているケースがあるということなんですけれども、こちらちょっとこのお話というものはすごくわからないので、なかなかちょっと回答がちょっと難しいと思っているところでございます。個別のその何ていうか、そういった事例があればお示しいただければありがたいと思っております。審議課の村松です。4番の最低賃金審議会の労働者委員に低賃金労働者の代表者を入れることという点です。中央最低賃金審議会の労働者委員は同審議会で第3条に基づき関係労働組合の推薦を受けた者の中から労働者一般の利益を代表するにふさわしい適格者を厚生労働大臣が種種の要素を総合的に勘案して命令しているところであります。また非正規雇用労働者や中小企業労働者などを多く組織する産業別労働組合の方も委員に入っていただくと多様な労働者の声を聞き取った上で参画いただいているところであります。今後も適切に委員の命令を行ってまいりたい。